快調に首位を突っ走ります中日ドラゴンズ。昨日もタイガースに勝ちまして、これで6連勝、貯金も13と増やして、2位ジャイアンツに 4.5 ゲーム差、さらにタイガースには 6.5 ゲーム差をつけています。一方タイガースは昨日おとといドラゴンズに全くいいところなし、連敗をいたしまして、現在37勝37敗の5割というところまで落ちてしまいました。さあ野村タイガース、今日はヤブを立ててまいりました。一方ドラゴンズは今シーズンまだ1勝しか挙げておりません。門倉の先発ということで、まもなく6時にプレーボールがかかる名古屋ドームです。これからホームチームのドラゴンズのナインがグラウンドに散っていきます。早くも汗をいっぱいかいています。門倉健、今シーズン4回目の先発のマウンドです。今夜の中日阪神15回戦、名古屋ドームから小松達夫さんの解説、実況水分けでお送りをしてまいります。小松さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。昨日一昨日とドラゴンズがこの本拠地に帰ってきて、全くタイガースをね、相手にしてないんですが、そうですね、快勝ですね。やはりちょっと先発ピッチャーの力の差が昨日一昨日と出ましたかね。まあ昨日はまあ山本だったんですけどもね、なんとか二月ぶりですか。そうですね、しましたしね。乗っていけなかった山本、正、門倉とこの二人の先発がいるわけですけども、その山本正に白星がついた、あとはドラゴンズからしてみれば今日マウンドに上がる門倉ですね。そうなんですね、まあ一勝してますけどもね、先発での一勝じゃありませんからね。そうなんですね、まだ勝ってないと一緒ですからね。はい、まあ3年続けて10勝以上上げた門倉にしてみれば、今年は本当に思わぬ壁に当たっているシーズンなんですが、あのボールですね、投げるボール、これ一個一個取ってみればさほど悪くないような気もするんですけど、この前先発した時もね、2回でノックアウトされましたけどもね、ボール自体はそう悪くないんですけどもね、不運な当たりがちょっと続いたんですけどもね、何かこう最初のピンチを招くとそのままずるずる崩れてしまうというね、なんとなく逃げの投球っていうのがね、目立つような感じしますけどもね。そうですね、まあ、おそらく今日がもう、ラストチャンスじゃないですかね。厳しいですからね、ドラゴンズの、もう今日細監督はそんなこと言ってましたね。ピッチャーの競争が激しくなっているドラゴンです。一方タイガースの方はヤブを立ててまいりました。中4日、前回も中4日でヤブを送ったんですが、4月6日のゲームはスワローズ戦は3回ホームランを佐藤ペタジーニに打たれて、まさかの3回4失点降板でしたね。そのまま中4日で、また今日も中4日なんですけどもね、まあ、3イニングしか打ってませんからね。そうですね、ですから今回の中4日は肉体的な部分ではそれほど負担はないと見ていいでしょうね。まあ、この前甲子園ではヤブにやられてるんじゃないですかね。そうですね、前回ドラゴンズ戦7月1日はナイスピッチング7回ピシャリと0点に抑えて勝ち投手になっているヤブであります。今日はメンバーも若干変えてまいりました両チームでありますが、先発の門倉がマウンドに登っていきます。タイガースの方は1番が坪井、2番が今日は田中修太を2番スタメンセカンド、3番キャッチャー矢野、4番がライトブロワーズ、5番ファーストジョンソン、6番に今岡を上げてきました。7番がレフト檜山、今日5試合ぶりのスタメンです。そして足を痛めている新庄が8番に下がって、先発ピッチャーはヤブということになりました。ドラゴンズのマウンドにはご覧の門倉健が上がります。今シーズン11試合目の登板ですが、まだ勝ち星は1つしかありません。その門倉が今日はどんなピッチングを見せるんでしょうか。受けるキャッチャー中村、ファースト山崎、セカンド立浪、サードゴメス、ショートがルーキーの福留、外野陣は左からリー、センターが関川、ライトが井上という布陣で、ドラゴンズは打順的にもピッチャーを除いては昨日と全くオーダー変わっていません。門倉は随分1軍でのゲーム間がまだ登録抹消ということはないんですが、この前2軍のゲーム投げましたね。そうなんですね、5イニング投げ、ちょうど見に行ったんですけどもね。小松さんもご覧になったんですね。ツーアウト完全に取ったんですけどもね、オリックスの外国人ですか、出てきた途端になんか逃げるピッチになりましたね。もう1軍と変わんないじゃないかと思って見ていましたけどもね、7月6日ですね、とりあえず5回を2失点に抑えたんですけどもね、5回投げて4安打1自責点という内容でした。まあ、ようやく本人はですね、楽しく投げられたということを口にしてまして、ちょっとコツをつかんだと
というふうに言ってたんですけどね、まあ、それがね、はい、あの1軍のゲームでできればいいんですよね。そうですね。さあどうでしょう、その門倉のピッチング注目されます。一方タイガースとしては今日はエースの薮です。負けられない3連戦の3つ目のゲーム、トップバッター坪井が左バッターボックスに入って、定刻6時プレーボールです。あ、ストレートから来ました。ストライク1、144キロが出ています。なかなか力あるボールですね、今の。いいボールでしたね、バッターは坪井。2球目打ってショート福留突っ込んでくる、軽快な動きでワンアウト。まず先頭バッターを打ち取りました。結構門倉というピッチャーの瀬戸際になるとね、結構強いもん持ってるんですけどね。何度か失敗した後にね、結果を出してきますね。もう本当に頭もねすっきりしまして、もうコースコース狙わずにね、はい、もう真ん中を向けて、ね、投げればそのコントロールいいピッチャーありませんからね、散っていくんですけどもね。本来のその門倉っていうのはね、打てるもんなら打ってみろという感じでね、どんどん投げ込んでいくのが持ち味ですもんね。ワンアウトランナーなし、バッターは久しぶり6月19日以来スタメンの田中。いいですね、今日早いですね。早いですね、144なんですが、そのスピードケージ以上に伸びを感じました。真ん中の球を引っ掛けていったファースト山崎、そのままキャンバス踏んでアウト、ツーアウト。上々のまず立ち上がり、もういけるところまで飛ばしていくっていう感じじゃないですか。中継ぎ陣もこのところピッチャー完封完投が続いてますから、結構いけますしね、明日もゲームありませんから、まあ、とりあえず5回投げれば、そうですね、5回は目標でいいんじゃないですかね。はい、2アウトで3番の矢野です。昨日3安打3割2分6厘までまたアベレージを上げています。さあ東北福祉大学の先輩後輩、おお146が出ています。完全にあの6月27日の横浜戦に比べるとボールのスピードありますね。そうですね、直球振り遅れ、ストレートで立ち上がり押しています。今までの、ね、監督とかのとちょっと感じ違いますね、もう星野監督もね、逃げて逃げて情けないというふうに門倉を評していましたが、これもストレート。さあ指揮官星野監督の目には瀬戸際に追い詰められている門倉。ボール球、初めて変化球を投げた感じです。フォークボール、フォークです ね、はい、これはやや上ずりましたが、しかし落差もありそうです。1軍のゲームは2週間ぶりになります。落ちる球、あ、空振り、キャッチャー孤立している。矢野は今スタートを切った。中村ボールを拾ったがボールを遅れません。振り逃げ、三振、そしてワイルドピッチが記録されました。三振とワイルドピッチ。フォークボールがこれよく落ちたんですけどね。そう、ちょっとミットが判定になりましたね。はい、上からちょっと被せるような形になりました。バックハンドで、いきましたね、はい、あれは体で止めなきゃいけませんからね、はい、正面入って2アウトランナー1塁。ちょっと門倉には嫌な形でランナーが残りました。迎えるバッターは悩める主砲ブロワーズです。2割3分2厘見送り三振が多いらしいですね。そうなんですね、野村監督もね、投げてましたけどもね、振らない三振は珍しいと。珍しいですね、外国人にとってね、それ初球あんまりファーストストライクあんまり手を出しませんよね。さあ門倉ランナーを一人出して精神状態はどうでしょうか。ここで逃げに入らなきゃいいんですけどもね。そうですね、はい、
タイガース戦は昨年までは非常に相性のいいカードです。去年4勝してるんですね。今年はまだ先発で白星ありません。昨日は山本昌が本当に4月以来久々に白星を挙げました。74日ぶりの勝利。川上、野口、武田がこのところ快調なピッチングをしています。外ボールの2、ちょっと違いますね。弱気になりましたかね。中村のサインなんですけどもね、スライダーですね。これはノートゥー。ここでおそらくブロワーズとしてはストレート待ってると思うんですけども ね、ここ変化球でスライダー取れるかどうかなんですけども、はい、まあ直球でいった。ワインド2。ただブロワーズはこうやってストレート狙いに行って振り遅れるっていうケースがね、結構目立ってます。中村は変化球出したんでしょうけどもね、加藤で今首振りましたよね、はい、まっすぐ走ってますからね。そうですね、どんどんまっすぐ押していけばいいと思うんですけどね、加藤倉もそれは感じてるんでしょうね、やっぱりね。ツーアウトランナー一塁。変化球高めいっぱい。さあこうなると傾向としてはね、アウトローいっぱいのストレートで攻めるというのがブロワーズに対しての攻めだと思うんですが、当然ストレートですかね。まあそう思います。フォークもあるんじゃないですかね。フォークもいけますね、はい、さあ2-2。あ、フォークボール三遊間、福留二塁に投げた。スリーアウトです。門倉が振り逃げのランナー一人は出しましたが、タイガース1回0点に抑えています。